はい、どうも、ちょっとね、ずらしていこうか。ゆきさんもっと真ん中で。ゆきさんもっと真ん中で。お前、端っこ座っていいよ、あのガリ。はい。もうです？あ、いいよ、ここでいいや。もうよくわかんない。はい。はい。始まりました。うん、キングのニュージェネビーキュー。よいしょー。わーい。特に今日 LINE とかね、参加人数分かってないんで、これから増えてくんで、うん、載せません。じわじわ来るよ。勇気ファイナル明日以降、勇気指名無料。うわー、無料でどうやって指名すんの？あれなんですよ、オーナーがなんか LINE ですか？ですけど、お、はい、背景画像をですね、はいはいはい、ちょっと急遽言っちゃったんですけど、はい、背景画像変えてほしい。もし、はい、変えられます、ごめんなさい。あ、はい、後々でいいんですけど。あ、送ってくれたらいいですよ。あ、送りました。わあ、なるほど。送ったやつなんですけど、ほうほう、それを2分割でちょっとオーナーから2分割ですね。あ、そうなんですよ。2枚送ったんですけど、それをなんか1枚1枚で、すいません、お願いします。ゆうきくんと俺ってなんかちょっとこの画像越しだと顔似てますね、感覚というか、色チェンジと分け目と。そうでも なさ、まあまあ、はい。パクりました？パクり？じゃあパクったかどうか、3、3、2、1、1、せーの。よくわかりましたね。はい、じゃあ、はい、新たにね、2人来ました。あ、おはようございます。これで最後？はい、おはようございます。あとはもう、うん、あ、もうこれで最後。あとはもう、はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあちょっといいの、はい、なんか話していきましょうか。はいはい、ゆうきがね、うん、今日最後と乾杯。よっ、お酒入ってるんですか、これ？あ、入ってる、入ってる、ブランデーだ。うまい具合のブランデーです。うまいわ。ゆうきがね、今日最後っていうことで CM 行きましょうか。そうですね。では、CM。 え、おニュージェネビーキーとかの。経験者大募集。世界一幸せにはできないかもしれないけど、俺が一生笑わせるから。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク。イオンインク。キングのニュージェネビーキやります。わーい、わーい。じゃあね、どうなの、みんな。どうすか、このメンバー。このメンバー、まず、ゆうき、もう来週、再来週以降がいない。いや、いるよ。え、ちょ、いるよ。何なんすか、やめた。そもそもさ、そもそもファイナルっつってさ、うん、やってくれたでしょ。みんなでやってくれて、みんなでやってたけど、ね、大繁盛。いるよ。やめないよと。あ、そうだ。いるね。まあ、次の営業日、我々、ハロウィンイベントなんですよね。うん、確かに。31日。普通にいるよ。帰れよ、じゃあ。帰れよ、じゃあ。帰れよ、じゃあ。面白いよ、じゃあ。なんで、普通にいるから、なんで帰んなきゃいけないんだよ。まあさ、じゃあ俺も、まあ、そこじゃ飲めよ、じゃあ、もう同じやつでしょ。ああ、一緒だ。同じです。ああ、オラオラだな。多分 ID 探ったら分かります。最後に、じゃあやりたがんだな。じゃあって感じです。魔の5番に電話かけろよ、じゃあ。魔の5番にかけろよ、じゃあ。一緒の人ですね。やってみる？ゆうきくん。この前言ったらおらんかった、ゆうきくん。ゆうきくんがいないタイミングで来たお前、すごいぞ。今月ずっといたかんな、お前。ずっといたの。赤い内で、赤い内で、じゃあちょっと、YPYM と 8SWD。マジかよ。じゃあ、コメントで戦え。コメントで。コメントで戦え。手振ってるんで、じゃあ全員で振ってみようか。はい、せーの。せーの。グランシャリもやってて。
全員で。ひろきいおりちたい。うん。ちたい。ひろきいおりちたい。読んだ？いおりちたい。ゆうきまの5番に電話かけるじゃあ。それさっき言ったわじゃあ。それさっき言ったわじゃあ。同じやつじゃん。やっぱあのコメントしくんないと俺らね、うん、話題が広がっていかないから。あ確かに。まあ自由自由にします、ね。マッパな会話。だからうっせぇなーこいつ端っこ喋ってかないからちょっと端っこも増えねちょっと紹介からいきますちょっとねひろきはい改めてファイナルなんで、ね、ここでいいじゃんいい席だね僕なんかいろんなとこ行きます、うん、じゃあ自己紹介俺から行こうかなはいサラですよはいよイエーイはいゆうきですわーいあーはいねーリカ全員似たようなもんですよいしょモブキャラ結局結局そうなる、まあ、ゆりさんウインクしてうんできるちゃんとあーちょっと見たちょなんで髪あるほどお前やんだよこっちしかできないっす下手かしてあごばっか見えちゃう、うん、やめろあごばっか見えちゃうあごいよりくんウインクしてーいよりさんウインクしてーいよりさんせーのウインクせーあちょっと見して見して今やりました今いい感じせーんおいい感じいい感じオーナーさんもかっこいいやつ選んだんじゃないよりさんウインクしてーってあるもう一回いきますかもう一回いきますかさらお金返してよ言われてんじゃんあ貸してるんですかそろそろ借りてるそろそろいくらちなみにいくらでも、うん、問題があるんだったら裁判でやりましょうかやりましょうか法廷で会いましょうかウインクしないで魔の5番に電話かけろよじゃあもう一緒のせいややってみればそんだけそんだけ言われんだからやってみなそんだけ何でそんだけこれ誰っすかこれこれこれ、うん、これうちのオーナーですよこあこれこれうちのお店を束ねてるこの人この人これはああちょっとちょっとそれもオーナーですよいやこのうんどっちここどっちこれこれですかこれはこの人あ角生えてるよどれどれユニコーン遊んでんじゃないっすよもうゆうきくん魔の5番に電話いやもう一つだなあすごいなゆうきでもこれニコ生本当最後かもしんないからなんかでゆうきくんにせっかくねこんな見てくれてんだからやめないででもいいしやめてとかでそうゆうきにちょっと一言やめてっていうかもうやめたんだよ待ってこれ見てやめてじゃなくてこれ見てる人さ一斉にさ魔の5番って送ってよ魔の5番魔の5番魔の5番って送ってよゆうき魔の5番その間読みますね、はい2歳の時にさらにお金貸したじゃん、ね、滑ってる50円超あれ滑ってますねでも仕方ですかわいそうだなこれはどうですか気持ち悪いが気持ち悪いが普通仕方ですよ龍騎のカラオケにしようよいやいや魔の5番2件ほど入ってますねあ本当ですか魔の回せた3件、うん、じゃあみんなで投げキッズしてみましょうかじゃあ一番かっこいいな、せーのでもいっちゃいましょうよせーのということで、ね、魔の5番すごいっすよ、ゆうきくん。ゆうきくん逆に司会やってみましょうか。あ、せっかくだった。ああゆうきくんちょっと端っこで。あ、もう、あ、もうそんなんやって。はい、はい、じゃあ司会やっていきますよ。はい、お願いします。あ、もう、たくさんお便り来てますよ。お便りがね。大人気、大人気。ゆうきくん、これ誰ですかえこれ誰ですかこれ。これっす。それは俺ですよ。俺ですえ、いくつ時代まだ何歳その時 12? まだ12番12の時かな12歳12歳の時ナンバーはナンバーは誰のナンバー当時の当時あ、当時あこれ当時はね、ナンバー入れませんでした今日はナンバーワンでしょおーやべーじゃあ、飲みましょうかはい、ナンバーワンだねナンバーワン買い物落ち着けるのは無理だわいや、触んなそこで小競り合い起きるんですまあねこれでやってますけどもねパチパチパチなんつってカイモちゃってなんもないおめでとうあ嬉しいねこういうこともねおめでとう嬉しいですね俺今司会初めてやってるんですけどね魔の司会者って言われてるサラ君のね目がお前本当にできんのか回してみろいや魔の司会者じゃねえしそもそも悪魔の司会者まあまあまあ彼の前悪があります魔の司会者どうしたお前おいなんかつまんなナンバーワンやつまんな何こいつ
ナンバーワンだから、ね、ちょっと回して回してちゃうハオの、じゃあブサ彼女出してってハオのブサイクなのハオさんの。あ、じゃあちょっと全員で、あ、そうなの、あのハオの悪口、ハオの彼女の悪口言っていきましょうか。じゃあ、イオリから、あ、じゃあ、はい、山の線形式で、あ、最後にお前な、最後にお前、はい、はい、イオリからせーの、はい、はい、爪が汚い、はい、はい、はい、多分ハオので満足してない、はい、はい、マジブサイク、はい、はい、ゴリラみたい、はい、はい、髪がプリン、はい、はい、もうどっちかっていうか、はい、どっちがハオさんか分かんない、はい、はい、髪の毛が油、はい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 、多分外人、はい、はい、はい、実家貧乏、はい、はい、口が臭い、はい、はい、はい、カイモンより臭い。それは言い過ぎだよ。それは言い過ぎだよ。ざえんなよ、あの野郎。それは言い過ぎだよ。どういうことだよ。よほど臭いよ。まあね、盛り上がって、盛り上がってまいりましたね。そうなの、悪口言ったらすごい盛り上がった。司会って難しいんだね。うん。いろいろ見てたけど。うん、こらーって、こらーってしてくれて。ねえ、こらーですよ。最低なんつって。うん、ただまあいいペースでやってますけど、まあいいペース10分ぐらいしかないんで、あと10分え、そんな、え、うん、そんなもん、あ、ほんとだ、あと10分だ、まあ、ちょっとなんかじゃあ次はジェイの悪口言ってきてんだけど、ジェイの悪口知らない人多いんで、ジェイさんも知ってる、あー、なるほどね、じゃあ、うん、みんな知ってる芸能人の悪口振ってください。あ、じゃあ、佐々木希の悪口言いましょう。ああ、じゃあ、行きましょう、行きましょう、うん、あいつ空想悪口でいいから、空想悪口、多分こんな感じなんだろうなって、まあ、まあ俺っちゅうリアルにある、これもある、はい、はい、脇が、はい、はい、多分谷間んとこなんか赤いブツブツある、はい、はい、実家、実家、実家意外と金持ち、はい、はい、マグロ、はい、はい、はい、普通に俺は可愛いと思うんだけどみんなそんな言う、はい、はい、はい、なんか実家の猫が、山田さん、はい、はい、扁平足、はい、はい、多分親指の爪とかすごい汚い、はい、はい、はい、いやもう、飼ってる犬が狂犬病、はい、はい、はい、やばいな、バラエティーでギャラ泥棒、はい、はい、はい、そんなみんな言う、それはそれはダメだよ、ダメだよ、俺普通にしっかりやれよ、好きな、身長も高いしさ、普通に芸能人、やっぱね、腐っても芸能人って綺麗な人じゃん、腐ってもって言っとるやん、腐っても、腐っても芸能人、腐っても芸能人、もう一周、もう一周、じゃあちょっと何周するか聞いてみようか、何周する、何周、何周する、俺司会やん、結局俺司会みたいな、全然コメント来てないねえ、何これ、ちょっと俺司会は向いてないわ、普通に考えて戻ります、じゃあ真ん中で、いやでも時間があえて戻らないです、あえて、あえて、あえてね、あえてこのままで、じゃあ、うん、勇気あるあるか勇気ありそうありそうやる、司会やってるやん、勇気ありそうありそう、これ持ってるか持ってる、じゃあもう司会やってる、ネガティブなありそうありそうだよ、あ、勇気に送る言葉とかあるけど、だから勇気に送る言葉でネガティブありそう、ほうほうほう、むずいね、じゃあもう勇気といえば家で、あの、ネガティブ、カップラーメンの残りがありそうとか、あ、そういう、チン、ね、チンカスこすってさ、たった、はい、じゃあ行こうか、はい、はい、はい、難しいな、ちょっと一回、パスしてみます、パス、はい、はい、はい、多分あの性癖が、あの、熟女とか、はい、はい、こ、あの、家に電気つけるときのコードをこうやってそう、ボクサーみたいな、超暇じゃん、ちょっと、はい、はい、で多分あの、カーテンがバスタオル、はい、はい、ゆうきくん、いやいや、ある俺らありそうありそうだ、ある、あった、ある、あった、現実ね、ネガティブなこと、ネガティブ、はい、はい、パイプユニッシュはね結構、はい、分けて使っちゃうね。あの一回で絶対なくさないね。はいはい、はい、ちょっと待って待って、ちょっと待ってよ。はい、ちょっと待って待って待って。はい、梅ちゃん、梅ちゃんもうパンパン、梅ちゃんいるけど、梅ちゃん、梅ちゃんいるけど、梅ちゃん、梅ちゃん、梅ちゃん、あ、本当だ、友達じゃん。どれ？梅ちゃん友達って言ってらっしゃる。言ってないよ。梅ちゃんって誰？あの松若の元。妻、うん、はい、だ、妻ちゃん旦那です、はい、はい、あ、またすか、またすか、まあ、一回お前でも言ってない、言ってない、言ってなかった、一回で言ってない、なんなら僕飛ばされたし、
ネガティブ。ネガティブな。リモコンずっと直してそう。はい、はい、地味だな。あの中学校ぐらいの時にわざと警察呼んで自転車で逃げた。あはいはい、はい、脱臼しても自分で直そうとする。はいはい、優秀じゃねえかよ。めんどくさいやつ。卓球手でやる。はいはい、はい、あ俺が本当にやるやつ。あ書いてんだけど、お前のボケをインスパイアすればいいでしょうね。そう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 、そういう感じでいきますよ。あ、はい、あのポジティブなやつ欲しいな。あネガティブばっかできてるから。あー確かに明るい。でも家で明るい。あーまあね、オッケーオッケー。家で暗い暗い。お前これいいか。はい、いいか。これなんなのこれは。これはいいの。いやもうこれ一番落ち着くんで。じゃあゆりからネガ、ポジティブあるある。ポジティブありそうありそう。はいはいはい、はいはい。髪の毛の修正が長い。はいはいはい。ポジティブか。うん、いやもうめっちゃ喧嘩強くて黒人倒したことある。おいおい、はい、熱々の釜を無言で冷ます。そんな日を夢見ている。はいはい。ディズニーランドデートでお弁当を持ってきそう。はいはいはい、はい、ポジティブ。これポジティブある。ポジティブポジティブ。自分自己評価していいっすよ。いや本当にやってることだから。俺の場合あれあれじゃないんですよね。自分的な困ってるわ。コメント一人しかしてない。自分のあれあれ。いやすごいね。これ二人ぐらいで見てるの。これ誰やってんの。何人見てんの。もういいか。ちょっとね、よりで、より、はい、よりじゃない。はい、はい、じゃあ、お前な。規定中。はい。規定中。なんか、山奥とかで昔修行してた。あはい。はい、はい。どんどん回ってくよ、俺。サクサク。ちょっと一つだけいいですか。はい、どうぞ。うん、こうやってね、ずっとナイトチューブさんでね、やらせてもらってましたけど、うん、はい。今回一番つまんないかもしれないですね。うん。まだでも、あるよ。あるまだ、全然ある、チャンス。おい、ちょっと手が映ってない。倍ないっすね。こうなってる。多分、俺この位置じゃないな。僕もちょっと俺ボケる側だわ。あ、ボケる側。あ、確かに。じゃあ、もう、じゃあ、戻る。これ全然ダメだよ。ありがたさ分かった。じゃあ、最後、最後、真ん中。真ん中。うん。いいから。うん、次いいから。お前が言ってよ。まあ、じゃあ、これでコメント飲めんの急に。すごいね。ここでコメント飲める流れみたいです。コメント飲まそうか。拍手88。ね、88で。88ちょっとね、あと50回ぐらい打ってくれたら99。会話始めるわ。これ1000になったら超無言でカメラ見てこうやってよ。これ見てんすか本当に。実はナイトチームの2人がアカウント変えて書き込んでんじゃないですか。それある。そうだよ、あそこで。まさかのある。それなるほど。じゃあ進行しようかな。じゃあゆうきくんに質問。お、ゆうきくんに質問ください。ああいいですね。その間は読んでます。質問来るまで読んでます。ゆうきくんで、魔の5番に電話してほしいという。それもう出てないでしょ。まだもうそれ全然出てない。結構掘り下げたら。じゃあ、ゆうきくんピックアップでみんな無視します。カイモンからこっち側全員無視するんで、ガヤ芸人でいってくださいね。ガヤ芸人。じゃあ、あのひな壇で我々、ね、得意よ得意よ、うん、行きましょう。じゃあゆうきくん、およっ、ゆうきくんはおおおイケメンです。どうする。どうしよう。どうしよう。いや難しいな。どうしよう。これ難しいっすよ。で、ちょっと待って、ゆうきくん貯金どのくらい貯まった。はい、お答えください。ちょっと待ってくださいよ。言えないんですよ。露骨露骨露骨ダメダメ。P 入るかこれ。露骨露骨。3321。言わせんすよ。でも全然ですよ。5。すげえ分かりづらい。今5って言いましたよ。 5?すげえ分かりづらい例で、ゆうきの得意な単位、単位じゃない、単位単位でいくの。
まあ単位オオカブトムオオクワガタ300匹とかでいいんで、はい、何貯金ですか。そうそうそう、例えどのくらいですかね。うーん、おお、世界お世界一周を、はい、うん、はい、はい、20回できる。めっちゃできる。めっちゃできる。すごい。なんでやったんですか。もう大体分かったと思う、これ。移動手段は？移動手段なんで？船。徒歩だったらでも、船でね。もう体力さえあればできるね。確かに車何台分かが一番分かりやすい。あ、じゃあフィッ、リンゴは、リンゴで。いや、キティちゃんの体重みたいな。じゃあ、タント何台分なの。タントがいくらかな。タント100万ぐらい。150万ぐらい。150万ぐらい。違う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 、150で計算しちゃう。何の意味もない。じゃあジロー何倍。あ、ジロー、ジロー何倍。ジローもな、分かりやすいな。ジロー、まあ、多少ですか。ジローでつけ麺ですか。つけ麺でもいいし。1万、ん、1万はいってんの。1万いってんの。700円。1万だと、まあ、700、もう貯金の話になってるね。700万もあるの。700ないよ。もっとあるよ、絶対。もっとあるか。あるよ。じゃあ、アントニオ猪木の、はい、障害年収の何分の1。あー、それの方が分かりやすいかもしれない。基準が分かりやすいじゃん。4分の1ぐらいでしょ。もう結構溜まってる。4分の1はちょっと手書き出たでしょ、うん、あなた。アントニオ猪木めっちゃ稼いでるかもしれない。アントニオ猪木はね、アントニオ猪木酒場ってあるじゃないですか、新宿に。はいはいはい、はい、あれはアントニオ猪木は関与してるんですか。関心じゃん。まあ、たしなむ程度。それをお答えいただきましょう。猪木くん。さあどうぞ。元気に毎日出勤してます。あら、ガヤ芸人ちょっと、ナイス猪木。おーい、ちょっと待ってくださいよ。ナイス猪木。え、あと4分ぐらいなのに、これコメント400いってない。いや、いいですよ、逆にね。あ、まあ、今日はロム線が多いね。幻の回。まあでも、遊戯の貯金知ってるじゃん、みんな実際。確かに。いや、いいよいいよ、その貯金の話はいいよ。普通にね、さ、もっとなんか違い質問あるでしょ。ゆうきくん、仕事終わったら何するんですか。うん。え、な、ある。あるある。何、今考えました。もっともっぽく言いましたけど。いや、普通に辞めないけどね。辞めない。うん、こんなファイナルダーツやめさせられてるからね、むしろ上からのみたいな。これは圧力なんですか。有機指名無料って俺は書いちゃったんですけど。いや、もういい迷惑。マジで明日以降有機指名で、うん、でセットでバイトでしょ。3000円。有機指名って、まあ結果一緒や。有機指名はで有機っつって。同棲してって本当ですか。してない。おお、しかも淡々と書き続けたこの女から、急にちゃん、いきなりぶっ飛んできた。こんないっぱいちゃんとなんかおーなんてやってる子が。またまた、あ、これまた来てくれるは違う。あ、また違う。あ、これは違う。ゆうきさん可愛いは多分一定して同じだね。はい、固定ファン。あ、まあ、固定ファンいる。固定ファン、固定ファンコピーちゃんと使う。カイモン、カイモン本当にはけて。マジで音の音声って本当にダメか。まあ言われない。ダメか。なんで電話しないの。キャバ嬢と同棲本当なんですか。まずそれはどうなん。嘘ですよ、うん、っていうか別にもう今嘘ついてもね。どうでもいいです。じゃあ今だから言えることを聞きましょうか。あ、確かに、もうね、別にある。何でも後で問題発言して、うん、YouTube にアップできなくさせよう。何でも逆に今日見た人だから、これもう今だから言える。視聴者のみの、視聴者のみ、視聴者限定の、こっから先はもうカットね。じゃあお前、あの自治問題でもやべえことをいっぱい言えよ、ガヤ芸人。やべえやつな。いいやつ、頑張ります。もういっぱいあるから、いっぱいおかしなことあるから世の中。じゃあ今だから言えることお願いします。これどっち向けでいけばいいんだけど、いいんだろうな。あ、じゃあ女の批判いっぱい浴びそうなことはあるんですけど。あ、じゃあそれいきましょうよ、一件だけ。ドアップだね。あら、あ、いいいいですよ。かっこいいな、やっぱり。勇気がいっぱいいるじゃん。お前これそういうのさ、素人がやる。素人今だから言える。今だから言える。素人やる。素人やること。お天気予報、お天気の後ろでやる。お天気の後ろの人や。あと1分2分ですね。じゃあ今だから言えること。
これ400、それダメ、それダメ音鳴る、音鳴るんですね、それしかもピローっていいやつなんですよ、というでしたとか言おうと思ったんですけど、ちょっとあんまり、まあ、本当にお蔵行きで行くんだったら全然いいんですよ、うん、あ、でも行かないっすよ、そんなもんじゃ本当にやらかさないと。宗教の話じゃない、宗教そういうのやめなよ、そういうのやめよう、やっぱそ普通に、あー、よく戻ってくれたわ、あー、戻った、危ねえ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 危ない危ない危ねえ危ねえさあ、うん、まあ、あのこの後ね、あの打ち上げがあるんでね、焼肉をみんなで食べようってね、ああ、いいですか、ね、ちょっとアップしてもらっていいですか、全員でちょっと密集しようかな、面白いこういうこと、みんな密集してる、この扉、このさ、部屋入った人みんな変な顔するでしょ、あ、もうこれすごい、あれ全員入った、よりちゃんと入ってる、入った、入った、いいね、隠すると、あ、すごい、膝痛いです、肘が、歌おうかせーの、あー、ずーれたまーの悪さもそれでいいの、君のタイミングはい、なんだかんだ叫んだってやりたいことやるべきで、はい、はい、ずーれたまーの悪さも、はい、その君のタイミング、はい、夏の終わり、まだ夏の終わり終わりには、はい、解散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 、はい、あ、くしゃ、ありがとうございました、あ、このまんまでいいっす、ゆうきくんが、10秒間決めてください、これ一生の動画になるんで、スタート、そっか、うん、何なーな、ありがとうございました、ね、やばい、無理、ビクビクしてては掴めないような方、歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ、強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供養いこの国を背負う侍たちよ、強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ、この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。